5時58分でございまして、今週からですね朝活を2人でやっていこうという話になっているんで、6時までね起きてこようというふうに約束してるんですけど、ケンさんねあとまだ1分なんですけど起きてきておりません。え、あと10秒アレクサ音楽食べて。何中ですか？何で言った？何中ですか？今は頭の中にあるものを出す感じ。おお。僕は今交換を選びをしてます。なんか今あった？こういう感じありますよ。なんかすごいシュンってたこれがかっこない？かっこいい、かっこいいというか、もう本当サウンドエフェクトを今探し当たってます。僕はいはい、これを僕は今からやる間にリュウさんは完璧にいろいろやってくれます。お願いします。先輩ちょっと今いい感じにちょっと見えてきたけど邪魔せんでくる。すいませんでした。失礼いたします。音源今取り終わりました。132交換音と音楽で取りました。真剣な眼差し。めっちゃ新規やった今。うん、全部ダウンロードできてなかったです。多分1時間半くらいやったんですけどね。振り出しや行こう。慰めの餅もらいました。はい、現在夜の9時15分です。リュウさんは先ほどマストイックなので恒例のジムに行って、で帰ってきてサウナに旅立ちました。僕はその間に動画編集していこうと思います。最近はこのベッドでね仕事するのが、動画編集するのが結構個人的にはこうやって座ってするのが好きで座ってやってます。で、動画編集を1時間程度した後はよいしょ、じゃじゃん、ジェニックね、あのバックナンバーなんですけど好きを撮るっていう題名でジェニックをね見ようと思います。今日届きました。カラバリ多かったらこういうのあるよね。皆さんこんばんは。こんばんは。ノート見開きで1枚使って書いてたんですけど、この曲すごい好きで時々やるんですね。だってまだ12時になってない。12時8分なっとった。動画データ明日でもいいですよ。クソします。ポップアップに向けての撮影機材です。インキューブさんで買ったんですけど袋が大きい。なんか前使った袋がサイズがなくなったみたいで、すごいどでかい袋に入れていただきました。白とクリームっぽいイエローとライトグレーに使いました。これで撮影頑張りたいと思います。ちなみにサイズこんな感じです。めっちゃでかくないですか。はい、こんなサイズの紙を買いました。はい、今日はですね、ケンさんが外に結構出てるんですけど、僕は家で作業をしております。今ですね、1月はポップアップの準備だったりとか、ブランドのまあ在り方みたいなところね、もう一度今考えてるまあような状況なので、僕はね、そこの部分を今、ブラッシュアップというか、考えていっております。これ昔に読んだ本なんですけど、また改めて参考になるなと思ってちょっと引っ張ってきた本ですね。僕らがノートブックを始めたちょうど同じタイミングくらいでね、この本が出てて、僕も衝撃を受けた本といいますか、
そういった本なんですけど、もう一回ちょっと改めてね、勉強し直しております。そうなの、初対面の先輩がいたんですけど、イラストレーター、お土産お土産、うわー、どっちにしよう、板チョコで。そうですね、めちゃくちゃいい、よかった、いい人だった、美味しかった、うん、美味しかったし、いい人に出会えた。本当の話とかしちゃった。アルファベットの何が一番かっこいい？めっちゃマニアック。 S かっこよくないんだよ。 S と K 最強だ。俺ら両方入ってるじゃん。うまい、うん、ゲームこれ、はい、あと俺好きなの F。 あ、F かっこいい。 F はこれ、今流しモードだったのが多分みんなに分かる。そんなことない。おいしいね。いや、筆記会のタイミングからもうあの流し状態で入ってる。そう、ということで今週はね、あの終わりたいと思うので、また来週の Vlog も、うん、え自然やってる。ということで、はい、今週の Vlog も終わりたいと思いまーす。バイバーイ。急に嬉しい。大事じゃん、締めて。大事。というわけで、絶対びっくりした。終わります。モックメック兄弟で締めよう。え、モックメック？お前。一緒やん。バイバイ。かっこいい。よく言われるんだな、それが最近の悩み。Thank you.